ダッハウ強制収容所、ダッハウ強制収容所、ダッハウ強制収容所、独語、コンセントラーツヨンスローカーダチャウは、ドイツバイエルン州、ミュンヘンの北西15キロほどのところにある都市ダッハウに存在た、ナチスドイツの強制収容所である。ナチスの強制収容所の中では、オラニエンブルク強制収容所と並んで最も古い。 強制収容所と言われ、後に創設された多くの強制収容所のモデルとなった。ダハウ強制収容所と書かれることもある。現在、別館については難民をはじめとするホームレスの保護施設として使用されている。全部で30以上の国々から20万人が送り込まれ、そのうちの3分の1近くがユダヤ人であった。3万2099人が 収容所内で死亡し、他に約1万人が主に疾病、栄養失調、自殺によりダッハウの死所で死亡した。1945年初頭にナチスの撤退後にチフスが流行し、体の弱っていた囚人の多くが死亡した。ダッハウより大きいアウシュビッツ同様、ダッハウは多くの人にとってナチス強制収容所の象徴になっている。ダハウ強制収容所は、 イギリス軍やアメリカ軍に解放された二番目の収容所であっため、多くの人々にとって重要な場所となっている。したがって、西側諸国がナチスの蛮行に直に接した最初の場所の一つであった。当初、解放したアメリカ軍はダッハウでガス室による大量虐殺が行われていたと発表した。実際に1942年7月末にナチスは ガス室を設置するようダッハウに命令を下しており、ダッハウに偽装シャワー室のガス室が作られている。だが、この収容所でガス室が実際に稼働した事実を証明する資料はない。ダッハウでは、公式刑や銃殺による処刑も他のなち、強制収容所と比べるとかなり少なかった。ダッハウ強制収容所は、第一次世界大戦の際に火薬工場として使われていた。 ダッハウの町の廃工場を利用して建設された。この廃工場とその用地は、新鋭隊隊員の兵営にする予定で国家社会主、ドイツ労働者等が政権掌握直後に購入したものだった。1933年3月20日に、バイエルン州警察長官、ハインリヒヒムラーは、記者会見を行い、ダッハウ強制収容所の設置を発表した。3月22日に、 ダッハウの運営は開始された。この収容所は当初から SS によって運営され、ヒルマール・ベケルレ・ SS 中佐が初代所長に就任した。3月23日に最初の収容者として60人の政治犯が送られてきた。当初はかなり無法状態で、1933年5月には収容されていたドイツ共産党第2子が4名殺害されたため、 ミュンヘン検察局が捜査に乗り出し、ダッハウ所長、ベケルレイ・ SS 中佐が殺人罪で告発された。これを受けてヒムラーは1933年6月末に、ベケルレイ・ SS 中佐を解任し、新しい所長として、テオドール・アイケ・ SS 上級大佐を任じた。アイケは収容者への罰則を体系化するために1933年10月1日に収容所規則を制定した。 後に、あらゆる強制収容所の罰則として導入された25回無打ちの、刑、段階別の禁錮刑、現職刑、死刑などの罰則が定められた。政治的扇動やデマ、破壊活動、反逆的行為、脱走、監守への暴行の際に死刑が執行されると定めた。また、囚人管理を体系化するため、ダッハウの収容者は、 ブロックごとに250人ずつに分けられた。各ブロックごとに SS 軍曹のブロック指導者を設置し、ブロック指導者の上に SS 総長の連絡指導者を置き、管理に当たらせた。またならず者ものばかりだった、中央所警備隊の整理を行い、新英隊独ロ部隊を編成させた。ダッハウで相手によって築かれた、こうした体は、1934年7月にが、 全強制収容所総監に任命されたことで、全強制収容所に拡大されていく。アイケは、ユダヤ人を憎悪しており、初期の頃から、ユダヤ人に対する扱いは過烈を極めた。国外の新聞に、ナチス強制収容所についての批判記事が載っているのを、見つけるとアイケは、強制収容所の情が漏れるのは、ドイツ系ユダヤ人が国外で不意調しているのが、原因とはめき、収容されている。 ユダヤ人、この段階では、ユダヤ人という理由だけで収容されるケースはなく、政治犯の中に、たまたまいた、ユダヤ人であるを真っ暗な翼竜胸に閉じ込めたり、していた。1938年11月、水晶の夜事件の影響で一時大量のユダヤ人が、ダッハウ強制収容所に収容されたが、彼らは国外へ移住することを条件にほとんどが、数週間で釈放された。 ユダヤ人の収容が本格化するのは、戦時中になってからのことである。1936年に、ザクセンハウゼン強制収容所、1937年に、ブルヘンバルト強制収容所が創設されたが、いずれもダッハウ強制収容所をモデルとしていた。第二次世界大戦が開戦した初期に再建設のため一時、ダッハウ強制収容所から収容者が追い出された。 ダッハウの収容者たちは、フロッセンビュルク強制収容所やマウトハウゼン強制収容所などへ移された。南北に長い長方形の敷地、二重に張り巡らされた鉄条網、その随所に設置された監視塔という他の強制収容所と同じ形状に作り直された。理論収容数も大きく増やされて九千人が収容可能となった最も百四十四年や秋にはそれより、 はるかに多い3万5千人が押し込まれることになるが、1940年春にダッハウ強制収容所が再び稼働した。国家保安本部長官ラインハルトハイドリヒが1941年1月2日に定めた政令によると、ダッハウは庭仕事など軽い仕事に従事することのできるものを収容する第一カテゴリーの収容所に属してい。 1943年のバチカンとの合意の後には、聖職者はこのカテゴリーの収容所に限定して、送られるようになった。戦争終結が近づくにつれ、ダッハウの状況はだんだんと悪化していった。連合軍はドイツに迫ると、ドイツは囚人の解放を阻止するため、前線近くの強制収容所の囚人を内地の収容所に移し始め、ダッハウにも続々と到着した。 食事や水がほとんどあるいは全くない状況で移送が終わると囚人は消耗して衰弱し半死半生となるものも珍しくなかった。過重収容、貧弱な衛生状態、乏しい食料そして囚人の衰弱を原因とするチフスの蔓延が深刻な問題となった。前線から続く新たな移送で収容所はすぐに囚人で溢れえり衛生状態は 人間の尊厳が守られる状況ではなくなっていた。1944年末から解放の日までに1万5000人が死亡したが、その犠牲者の約半数がダッハウ強制収容所の囚人であった。ロシア人捕虜500人は銃撃隊により処刑された。1945年4月27日に赤十字国際委員会代表のビクター・モーラーは、 収容所内に立ち入ることが許され、食料を配布した。同じ日の夕方、囚人がブーヘンバルと強制収容所から到着した。出発時は4,480人から4,800人いた。ものの移送中に多くが死亡し、到着まで生き延びることができたのは800人だけで、あった。2,300体を超える遺体は、列車内やその周囲にそのまま放置された。 収容所の最後の所長、エドワルト・バイター新衛隊中佐。彼は1942年9月から1943年11月まで収容所所長だったマルティン・バイス新衛隊中佐の後任と考えられているは、すでに4月26日に逃していた。降伏の前日1945年4月28日には収容所長官マルティン・バイスをはじめとして収容所の守備隊や 職員の多くが、ダッハウ強制収容所を離れていた。同日、赤十字の代表ビクター・モーラーは、収容者の集団脱走とチフスの流行が、周辺地域に広まることを懸念し、収容所に残ったバイスの副官ヨハネス・オットを注意に、対して、収容所を放棄せず、アメリカ軍が到着するまで囚人を外に出さないために、守備隊を配置しておくように説得したが、オットはそれに応じず逃亡した。 1945年4月29日、ダッハウ強制収容所の監視党は、連合軍に占領され、白旗が翻った。赤十字代表モーラーは強制収容所を正式に降伏させるため、仮任命されたばかりのハインリヒ・ビッカー省収容所の正門に呼び出そうとしていた。1945年4月29日午後遅く、ダッハウ強制収容所は、 ハイン・リヒ・ビッカー・ SS 少尉により、アメリカ軍に降伏した。降伏の際の情景が、ヘニング・リンデン・ジュン賞の公式報告、ダッハウ強制収容所の降伏に関する報告に、鮮やかに描かれている。収容所が、連合軍に降伏すると、収容所守備部隊は、米兵が行った、即決裁判による、銃殺刑、いわゆる、ダッハウの虐殺の恐怖におののいた。殺された。 正確な人数は不明であるが、ある資料によるとこの方法で処刑されたのは35人に、過ぎず、残りの515人はおそらく逮捕されたり、逃亡したと考えられている。米兵に殺害された者の中には、ダッハウ収容所最後の所長となった、ビッカー SS 少尉もおり、兵士らに死刑を受けた後に銃殺された。その遺体は収容者の遺体とともに、しばらく放置された。 アメリカ軍は3万2000人の囚人を見つけた。定員250人の収容棟20棟には、囚人が1600人ずつ詰め込まれていた。アメリカ軍は39両の列車に、おのおの100体以上の遺体が詰め込まれているのも、発見している。収容所は1945年4月29日に、アメリカ第7軍第42不評手段により、解放されたということになっていたが、 場所や存在は知られていなかった。この部隊は命令もなく、他の部隊から順将として入隊することを拒否された。フェリックス・エル・スパークス中佐が指揮していた。スパークスは告発され、逮捕されたが、告発は、ジョージ・パットン将軍が知りけた。スパークスは本当に第42不評師団第157不評連隊に加わっていた。第42師団や、第45師団という部隊は、 実際に、ダッハウに一番乗りしたことについて、不安間柄であった。パットンは吐き気を催すような収容所の状況に、衝撃を受けたと言われる。なお、実際には、日系アメリカ人部隊である第442、連隊戦闘団所属の第522野戦砲兵大隊が、収容所周辺における、相当作戦の中心的存在となっていたが、 このことは1992年、ジョージ HW 部、輸政権下まで公開されなかった。アメリカ軍は、不助子を含む、地域市民に収容所に来ることを命令し、収容所の中を見せ、施設の掃除を手伝わせた。地域住民は、このような扱いに行き通り、収容所で何が起きていたか知らなかったとことだが、アメリカ軍は取り合わなかった。解放の数日後は、 聖教会の復活大祭であった。カトリック司祭たちは通常の手術のミサを祝ったが、ギリシャ人やセルビア人、ロシア人などの聖教の司祭数名は SS のタオルから作った間に合わせ祭福をまとって復活大祭を祝った。ギリシャ人やセルビア人、ロシア人数百人の信徒たちも集まって式が行われた。ラールという名前の囚人はこの時の様子をこう述べている。 同地に混流された聖教の聖堂には収容所の門を出る囚人を導くハリストス、キリストを描いた遺構が掲げられており、有名である。なお、脱藩解放の際のアメリカ合衆国、第7軍については、アメリカ合衆国、第7軍作戦報告第3巻382ページを参照のこと。解放後、強制収容所は、アメリカ軍の埋葬場に使用され、 強制収容所のシンボルとして、バイスラ同収容所関係者を裁いたダッハウ裁判の開催地ともなった。1948年、バイエルン州政府がこの場所に難民用の住居を建設し始め、長年使用された。時が過ぎ、かつて囚われていた人々は、こうした状況で収容所に生きる人々、難民が依然としていることが信じられない思いで、 収容所の跡地に記念しようと結束した。ディスプレイは2003年に再構築されたもので、収容所の見学順路に置かれており、著名な囚人が何名か紹介されている。記念碑建設の際には、元の建屋の状況がひどかったために、建屋が2つ再建され、収容所の歴史があまねく見られるようになっている。残りの28棟は、コンクリートの土台で場所を示している。 跡地には、囚人が信仰した様々な宗教のために礼拝堂が4つある。地元政府は、跡地の完全利用に抵抗した。かつて収容所に隣接していた SS の建屋は、現在、機動隊が使用している。収容所は、収容区域と仮装場の2区間に分かれていた。収容区域は32棟あり。 ナチスの統治に反対して収監された聖職者用の胸が一胸と医学実験用に確保された一胸があった。収容施設と中央の調理場を結ぶ中庭は,は囚人の略式処刑に利用された。高電圧の鉄合し、排水口7カ所の監視所のついた壁が収容所の周囲を囲んでいた。1937年前半に、 囚人を働かせていた SS はもともと収容所があった場所に大きな複合建造物の建設を開始した。古い焼却場の解体を手始めに劣悪な環境で囚人はこの作業に借り出された。この建設作業は公式には1938年8月半ばに完了し、収容所は実態は変わりはなく1945年まで運用された。 したがってダッハウは第三帝国最長の強制収容所であった。ダッハウのこの区域は強制収容所の傍らに経済、民事幹部学校や SS の医学校などの SS の施設があった。この時期の強制収容所は保護拘禁所と呼ばれ全体の半分も占めていなかった。ダッハウはキリスト教聖職者のための収容所という側面も持っていた。 カトリック教会に残る記録によれば少なくとも3000人に及ぶ修道者、女祭、司祭、司教が収容されていたとされる。1944年8月に女性用の収容所がダッハウ強制収容所内に開設された。最初の一団はアウシュビッツビル・ケナウから来た。19人の女性監視員だけがダッハウで監視を行い、ほとんどは解放まで勤めていた。 反抗したり失態をした囚人には、親衛隊員の制裁が加えられた。制裁には食事抜き、長時間の直立不動、横打、鞭打ち、手を後ろ手に縛り上げて、木の柱に吊るし上げ、懲戒部隊への編入、強制労働分隊への編入などが行われた。ダッハウで頻繁に行われた制裁は鞭打ちだった。打たれる回数は25回から30回ほどである。 ことが多いが、撃たれた数は、囚人が大きな声で数えねばならず、数えるのを怠るとその鞭打ちは回数に、含まれなかった。ダッハウでは悪名高い、超高度実験と、冷却実験が行われた。ドイツ空軍のための実験であり、空軍軍医、ジクムントラッシャー博士によって行われた。超高度実験は、高度の低気圧に人間が、 どこまで耐えられるかを調べるために行われた実験である。実験に使われた囚人は、ほとんどが死亡し、生き残った者も,も重大な後遺症を残した。冷却実験は、冷たい海面に落ちたパイロットを救出できるかどうかを調べるための実験であり、冷たい水面に着けるなどして、囚人を投資させた後、蘇生が可能かどうか様々な実験が行われた。ダッハウには特別な 被災区域があった。ダッハウに捕らえられた2720人の被災のうち、そのうち2579人は、カトリック1034人は生き残れなかった。大半が、ポーランド人1780人で、そのうちの868人が死亡した。バイエルンのビッテルスバッハ家の一族は、ナチスの支配を嫌い、ハンガリーに移住していたが、1944年の、 ナチスのハンガリー占領時に捕らえられ、ザクセンハウゼン強制収容所に収容され、その後1945年初旬にダッハウへと移された王太子ループレヒトは1939年にイタリアに亡命していたため、難を逃れた。フランツ・フェルディナント大公の子女は、ウィーンのアーツテッテン皇帝に居住していたが、アンシュルス、 大ドイツへのオーストリア併合後2944年から45年にダッハウに収監された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。